ではですね、最初に2024年の5月版の LM 情報のアップデートということで、お話しさせていただきます。で、これいつものお話で、最初にまあ生成 AI とか GPT の概要のお話をさせていただいて、その後に、今回のアップデートの話ですね。で、お話しさせていただきますね。ちょっと脳が入ってますけど。はい。では。で、まず生成 AI とかですね、GPT とはというところなんですけども、まあ、こちらはまあチャットジェネレーティブプレ、トレイントトランスフォーマーを略して、後ろの部分ですね。これ GPT という形で、略されています。これは日本語訳しますと、事前学習済み変換器という形になります。で、もともとはですね、OpenAI 社というところが2022年の11月に公開した、チャットボットで、当時 GPT-3.5 っていうモデルのバージョンでした。で、その後ですね、去年の3月に、GPT の4っていうのがですね、正式に、一般にリリースされまして、そこから火がついてきているという形になります。で、今回ですね、後半でもお話しします、最新のモデルというのが今ですね、GPT の 4o というモデルになります。これが5月の、今月の13日に公開されたモデルで、まあ、一緒にですね、API の方も公開されてまして、これも小文字で GPT-4o が API のバージョンです。で、この O っていうのはですね、Omni の略ということで、まあ、いろんな多分マルチモーダルを目指した、モデルになっているという形です。で、もうこれを LLM というのかどうかもちょっと最近怪しくなってきたんですけども、こういうモデルのことをですね、まあ大規模言語モデル、MMM、LLM というように呼んでおります。で、これはまあ生成 AI の一種で、まあ大量のテキストを学習した、まあ AI モデルになります。で、テキストを生成する過程で、まあ次に来る画像、まあ画像とかですね。画像って言ったらいいんですか？まあ単語、テキストを、まあ高確率で予測できるようなモデルになっています。で、結果としてですね、まあ人間がですね、自然に感じる文章を生成できるような、AI モデル、まあ生成 AI のモデルという形になります。で、このモデルでですね、まあ結局何が大きく変わったかというところですけども、まあ一つ、まあ、大きなところとしましては、まあ、コンピューター言語を介さずにですね、まあ、自然言語、まあ、テキストとか、音声、画像、まあ、映像とかをですね、プロンプト、まあ、いわゆる、まあ、AI に対する指示文として、まあ、こう、計算機とかですね、パソコンに命令できるようになったというようなところがですね、大きく変わってきているところかなと思います。で、続きましてですね、まあ、実際今回アップデートのお話をさせていただきたいんですけども、まずですね、4月、先月ですね、まあ、どういうお話をしたかっていうのをまずちょっと振り返ってですね、今回5月版のアップデートの話をさせていただければと思います。で、4月をですね、今振り返ってみると、もうすごい過去のような気がするんですけども、この時にですね、まあ、オープン AI のですね、東京オフィスができましたとかですね、まあ、新しい、機能として、まあ、この GPT-4 と3.5を使い分けるダイナミック機能ですね。これ、モデル選択が自動的にできるようになりましたみたいな話ですね。あと、まあ、メタ社がですね、リャマ3とかですね、新しい、LLM のモデルを公開してですね、そういうのがですね、使えるようになってきましたっていうのがですね、まあ、前回、お話した、ところになります。で、今回、5月なんですけども、まあ、かなり大きくこう状況は変わっておりまして、まあ、もう一つですね、まあ、取り上げるのはですね、この GPT、4o っていうのがですね、リリースされたというのと、まあ、ちょっとサブテーマとして、まあ、MacOS 用の公式用のですね、MacOS 用の公式のアプリがですね、こう、まあ、リリースされたというところですね。まあ、この2つですね、今回トピックにしたいと思っております。で、まずです、これ、GPT、
4の O についてですね、ちょっと概要をまとめたいと思います。で、こちらですね、5月の13日ですか、先々週ぐらいですね、公開された新しい、モデルという形になります。で、こちらはですね、まあ、テキストだけじゃなくてですね、視覚情報とかですね、音声入力に、まあ、優れている、モデルとなるのが特徴です。まあ、確かにですね、まあ、使ってみるとですね、まあ、より自然なですね、まあ、人間とコンピューターの相互作用に向けた一歩というだけあって、まあ、そのコンセプトに合ったようなですね、モデルかなというふうに思います。で、まあ、特徴としてはですね、マルチモーダルの拡充っていうところでして、まあ、入力として、まあ、音声とかビデオとかですね、こういうのがですね、使い勝手が良くなったと。で、出力としては、まあ、テキスト、音声、画像とかで出力が返ってきます。で、音声入力がですね、性能が上がったということで、まあ、これはまあ、あくまでも平均値ではあるんですけども、まあ、場合によっては、まあ、特にまあ、英語だと思うんですけども、英語の場合は結構人間に近いような応答時間で、レスポンスが返ってくる、形になります。まあ、あとは、まあ、トピックスによるんかもしれないですけども。で、性能のとこなんですけども、まあ、英語のテキストの精度っていうのは大体、GPT-4 のターボと同じぐらいと。で、ボングラフとかも公開されてたんですけども、まあ、ほとんど変わらないボングラフなので、今回は、出すのをやめました。で、あとですね、非英語のテキストですね。これについて結構大幅な改善があったということで、まあ、日本語の出力もかなり速くなっているというのが特徴ですね。で、実は前回、この東京オフィスができるっていう時に、まあ、日本語に特化したモデルが、近く公開されますっていう話をしてたんですけども、まあ、結局これでもう、ま、OK なんじゃないかっていうぐらいの、まあ、日本語の出力は速くなっている印象ですね。あとですね、このモデルにすると API のコストが50%下がるという形ですね。まあ、これはまあ、理由がよくわからないですけども、まあ、安くできるというところですね。あと、書いてあったのは、まあ、トークンの、量が、リソースとなるトークンの量が下がるんですかね。それで、多分出力が速くなったりとかですね。そういうことがあるのかなというところですね。で、こちら、まあ、ざっとですね、各モデルの比較を表にしたものなんですけども、まあ、OpenAI 社のモデル、GPT の O と O ターボと3.5のターボですね。これをまあ各比較を表にしたものです。で、まあ最大のトークン数。これはまあ、まあ入出力のトークンの合計値になるんですけども、4O も4のターボも 128K。で、まあ同程度。で、入出力のところで、まあ、特徴的なのはまあ音声とビデオとかですね、入れれるようになった。で、応答時間も音声入力の時に早くなったと。で、多言語対応は、まあ、もともとあったんですけども、より、まあ、日本語とかですね、非英語テキストに、強くなったと。で、あとは、まあ、この視覚の理解とか音声の理解とかですね、このあたりがですね、より、まあ、使い勝手良くなったというところです。あと、まあ、対象ユーザーが、これはまあ、無課金のユーザーでも、O っていうのは使えるということで、まあ、さっきちょっとググったら、まあ、10回ぐらい連続利用すると、まあ、GTP の、GPT の3.5に戻るらしいんですけども、まあ、10回ぐらいは連続で使えるという形らしいです。で、これが一応デモを用意したんですけども、動いてくれるか。で、これ一応1倍速なんですけども、デモ線、まあ、すでに使ってる方も多いかと思うんですけども。で、ここでモデルが4とか4とか3.5とか選べるようになってまして、
で、このプロンプト書いて実行すると、で、右左、これ検索かかって、今、プロンプトとしては、ここ1ヶ月の、まあ、アップデート情報をまとめてくださいっていう形で、まあ、ウェブ検索して、それが、日本語で、出力されていくという形ですね。で、これが、倍速とか書いてないの。だいたいこれが、まあ、このスピードで、ウェブ検索されて、出力されてくるという形です。で、Bing の時はもうすでに、Bing はもうすでに実装されてるんですけども、この参照元ですね。参照元のリンクも一応これ、まあ、Bing の機能を習ってこちらもつけたらしいんですけど、これ一応リンクも一応、つけれるようになっております。あと、まあ、前回ですね、以前は結構弱かったんですけども、まあ、いつの記事を参照したかっていう日もですね、まあ、ちょっとブレるんですけども、一応出るようになってます。まあ、出せるようになってますので。そうですね。まあ、こういう時に検索して、まあ、ソースを当たれるっていうのは少し、改善したところかなと思います。あとですね、これに、読み上げ機能っていうのがですね、実装されてまして、で、これ私、いつからこれ使えるようになったかちょっとわからないんですけども、気づけば使えるようになってて。で、これ携帯撮ったんですけど、この左下のところに、このボタンがあって、1ヶ月の OpenAI チャット GPT LLM に関する主なアップデートは以下の通りです。1GPT4o の導入2024年5月13日 GPT4o は GPT4 レベルの知能を持ちつつより高速で多機能なモデルです。テキスト、音声、ビジョンの分野での能力が向上し、リアルタイムの音声会話や映像を通じた対話が可能になる予定です。またこれ聞こえてますかね？大丈夫でした。はい、聞こえました。あ、よかったです。こういう感じですね。読み上げることができるようになっています。で、かなりですね、まあ自然な感じで読み上げてくれるので、すごいなというところなんですけども。じゃあ、でもこれ全部ですね。先を、全部読み上げてくれますので。ちょっと途中で止めましたけど。で、ですね。これもじゃあ聞こえるかなというところなんですけども。で、一応、一回、共有切りますね。了解しました。また何かあればお知らせくださいね。あ、また始まってしまう。ですね。こちら見えてますかね。これ携帯のアプリなんですけども、これはチャット GPT の携帯のアプリで、まあ、こっちでも4のモデルが使えるようになってまして、で、こっちはですね、まあ、音声入力と出力がですね、一同時に結構スムーズに行えるということで、ちょっとどんな感じかですね。ちょっと見にくいかもしれないですけど、一回やってみたいと思います。で、こういう画面になりまして、今、音声を入れれるとこですね。で、バイオパッカソン知っていますか？バイオパッカソンをあなたは知っていますか？音声を入れる画面にいるとのことですが、具体的。バイオパッカソンをあなたは知っていますか？現時点では、アルパッカソンに関する詳細な情報を取得。ちょっとあれですね。ちょっと聞き取りが良くないですけども、さっきやったときはうまくいったんですけども、ちょっとこれで、ですね、もう一回やってみますか。バイオパッカソンをあなたは知っていますか？バイオパッカーソンに
関する情報を見つけることができませんでした。もしかすると、名称が異なるか、特定の分野やコンテキストに関連しているかもしれません。バイオパッカソンです。バイオパッカソンは生命科学分野におけるデータ解析手法やデータベースを各種プログラミング言語のパッケージとして実装し、オープンソースとして公開することを目的としたハッカソンです。このイベントは主に R、Julia、Python といった言語を使用して行われています。イベントでは参加者が各自のパッケージ開発を進めたり、バイオコンダクターパッケージの作成方法についての情報交換を行います。例えば、独自の解析手法をパッケージ化して広く利用可能にしたり、データベースとのインターフェースを R パッケージで実装するなどの具体的な目標を持つ参加者が集まります。詳細についてはイベントの、ウェブサイトやコンパスのページで最新情報を確認することができます。イベントのスケジュールや参加方法についてもこれらのサイトでご覧いただけます。こういう感じでですね、今、バイオパッカソンっていうのをですね、発音がちょっとちょっと悪くて、パッカーソンっていうのはありませんよっていう形で、バイオパッカソンとちょっと短く言えば、ちゃんと伝わりまして、一応ですね、コミュニティの説明っていうのですね、してくれるという形ですね。レスポンスはやっぱりちょっとこうマニアックなワードなので、ちょっと時間かかるんですけども、そうですね、ちゃんとこう、説明としてはですね、合ってたかなと思います。一応、これ追加のデモでちょっとね、させていただきました。で、もう一つですね。あと、もう一つがですね、チャット GPT の Mac の OS のアプリができて、という話がですね、一緒にありまして、で、まだ Windows 版はないみたいで、Mac 版が先にリリースされたみたいなんですけども、Mac のアプリとして、先ほどの、UI に、チャット GPT の UI に、Web の UI に近いようなものが、ローカルでも使えると。どっちみち結局、これは、どっかの API サーバーと通信してるんだと思うんですけども、こういうのがですね、ローカルでも一応利用できるようになってきているという形になります。で、基本プラスのユーザーしか今使えないみたいなんですけども、追加課金なしでですね、利用できるというようです。で、このアプリのダウンロードリンクはですね、いつも通りすごいわかりにくいところにあって、かなり探すの大変なんですけども、このチャット GPT の設定部分のログアウトの上に、ダウンロードザアップっていうのがありまして、ここを押すと、一応アプリが、ダウンロードされるという形になります。で、今回のお話としては以上となりますが、メインのトピックスとしては、GPT の4.0っていうのがですね、音声とか、映像について、今回、デモしてないんですけども、映像でも、認識が、かなり、できて、それで、会話もできるというような機能があるようですね。で、あとは、MacOS のアプリについて、ちょっとお話しさせていただきました。で、今回の話題提供としては以上となります。はい、ありがとうございました。